吹上駅です。一駅だけ乗るってかなりしんどい。うわ、すごい広い駅中キオスクがある。スタンプ台、ここに置きます。広いな。なんかめっちゃ観光大使いいんじゃん。ちょっとほんと階段下る元気もないので、すみません、エレベーター使わせていただきます。ちょうど来てるし。駅名の看板があんなとこに、吹上駅。こっちは駐車場でいいの？で、ニューデイズ、交番があり、バスロータリー、ひな人形と、ま、花の町、鴻巣。あ、店ある。すごい広いですね。ライトアップされてた駅どこだったかな？忘れました。でちょっとなんだか時間がなくてあと8分、8分あれば十分。でちょっとあわあわしてます。吹上町商工会、スタンプをしてたからかな。ものづくり大学のあれはすごいですね。まあ ここらで大きいやつなのかな。あれ、こっち側はエレベーターの感じ、南口です。まあ7分待てば来るんだけどね。ちょっとごめんなさい、もう本当に歩いた方が早い説あるけどね。これが鴻巣市のキャラクターなんでしょうか。南口駅舎立派。通学バス乗降場ということで通学限定。あっちにあんのかな。ちょっと駅舎撮りたいな。金木犀、昭和62年。ああ怖い怖い怖い。年季は感じます。
自販三台はすごいね。鴻巣市コミュニティバスフラワー号駅前マンションあるね。いいねここ超近いじゃん。中が緑く見える。駅構内は広いんだよね。エスカレーターはない。12分あったのになんでこんなバタバタだったんだろう。スタンプをしてるからだよねきっと。ということで、本当に駆け足でごめんなさい。鴻巣じゃなくて鴻巣市にある吹上駅でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。